暑かった。やっぱ暑いから脱いじゃった。暑くてストレス溜まるの。やっぱり先生も今汗かいてらっしゃいます。すいません。見て、苫小牧では考えられないぐらいの暑さだったと思います。学校にクーラーあったらいいなって思う人。はーい。授業を真剣に受ける子どもたち。机の上には水筒が置かれ、窓は開放、扇風機も回っていますが、教室にエアコンはありません。今年の異常な猛暑には子どもたちも先生ももう限界でした。そこで市が動きました。苫小牧市内にある全公立小中学校37校の教室すべてに移動式の冷風機スポットクーラーを来年夏までに設置する方針を決めました。計37校の普通教室ということで600教室を想定しています。北海道とはいえエアコンが必要な、気候になっているというのは皆さん感じているところだと思います。もうやれることやろうという考えですね。費用はおよそ3100万円ですが、新型コロナ対策の国の補助金を活用し1500万円に抑えたということです。大歓迎だと思います。ありがたいです。かなり変わると思います。同教委は全教室に冷風機を設置する例は聞いたことがないとしていて、道内では異例の取り組みになります。